来国立公共楽団は、イタリアのトリノに、本拠地を置く放送オーケストラである。1994年に、それまで、ローマミラのトリノナポリにあった来所属のオーケストラを、トリノ来公共楽団を中心に整理、統合して誕生した。初代主席指揮者は、フランクシップウェイ。2001年からは、ラファエル・フリューベック・デブルゴスに引き継がれ、 2009年には、由来、バルチュ派がその人についた。また名誉指揮者として、エリアフ・フインバルや、ジェフリー・テートが就任しており、また客演指揮者として、ジャナンドレア・ノセダ・モナを連ねている。レコーディングは、ズービン・メータが指揮した、椿姫があるほか、隠しテレビ放送の出演も多い。そもそもの成り立ちは、トリノに最初の公共楽団が創設された1931年まで、 遡る。その後ローマ、ミラノ、ナポリに公共楽団が、ナポリにはアレッサンドロスカルラッティの名前を冠した還元楽団も作られた。これらのオーケストラには、客演した指揮者としては、ビットリオグイ、ビルヘルムフルトベングラー、ヘルベルト・フォン・カラヤン、アントニオ・ガルニエリ、イーゴリ・スト・ラビンスキー、レオポルド・ストコフスキー、セルジュ・チェリビダッケ、カルロ・マリア・ジュリーにマリオロッシ、 フランコ・カラッチ・オーロ、ロリン・マゼール、トーマス・シッパーズ、ズービン・メータ、ボルフガング・ザバリッシュなどの名式者が名を連ねる。またイタリア生まれのクラウディオ・アワド、リッカルド・シャイー、リッカルド・ムーティ、ジュゼッペ・シノーポリなどにとっても、これらのオーケストラでデビューを飾ることが、登竜門の一つとなっていた。ありがとうございます。